パレストロの戦いは、第二次イタリア独立戦争中の1859年5月31日、イタリア北西部ロンバルディア地方のパレストロを中心に行われた戦闘。ビットーリオ・エマヌエーレ2世、エンリコ・チャルディーニ率いるサルデーニャ軍とフランス軍の連合軍がフリードリヒ・ツォーベル率いるオーストリア帝国軍と戦い、フランス・サルデーニャ連合軍が勝利した。第二次イタリア独立戦争における最初の戦いであったモンテベロの戦いは、決定打こそ、サルデーニャ王国軍のマウリツィオ・ゲルベソナス大佐の活躍によるものであった一方で、実質的には、フランス軍とオーストリア帝国軍との衝突であった。パレストロの戦いはその戦力の大半をサルデーニャ王国軍が占めており、フランス軍は実質的に支援に回っていることから、サルデーニャ王国にとっては、第二次イタリア戦争初めての本格的かつ大規模なオーストリア帝国軍との衝突であった。1859年5月20日、モンテベロでフランス・サルデーニャ連合軍とオーストリア帝国軍が衝突した。兵力的には数で勝るオーストリア帝国軍だったが、フランス軍の先進的な戦術や武器、そして槍兵部隊のノバーラ第5連隊、アオスタ第6連隊及び騎兵隊のモンフェラート第13連隊によって構成される軽旅団を率いて応援に駆けつけたマウリツィオ・ゲルベソナス大佐の活躍が決定打となって、このモンテベロの戦いに敗北し、オーストリア帝国が望んでいた戦争の早期終結は絶望的なものとなった。これにより、指揮を任され慎重にサルデーニャ王国を撃退すべきと考えていたギュライ伯爵はピアチェンツァに向けて進軍する連合軍を目撃したことから主戦力がピアチェンツァ周辺に集結していると考え、オーストリア帝国軍は彼の指揮のもとその方角へと進軍を開始した。しかしそれは大きな誤りであり、サルデーニャ王国軍は迂回しながら北進をしていた。サルデーニャ王国軍が北進した先には、オーストリア帝国軍が占領した小都市パレストロがあった。パレストロの戦いが発生する前々日の5月29日には、パレストロとその周辺をめぐって、サルデーニャ王国軍とオーストリア帝国軍が小競り合いをした。翌5月30日には、パレストロに隣接するヴィンツァーリオで、セージア川を溶かしたジョバンニ・ドゥランドを率いる、サルデーニャ王国軍が、オーストリア帝国軍と衝突して、ヴィンツァーリオの戦いが勃発。また時同じくして、偵察任務として、セージア川から小都市、ボルゴ・ベルチェッリへ向かう途中にマンフレード・ファンティ率いる、サルデーニャ王国軍の小隊が、オーストリア帝国軍と遭遇してしまい衝突する、コンフィエンツァの戦いが勃発する。これら戦いは、パレストロの戦いの前哨戦として扱われるが、フランス軍の支援はなく、また想定外で始まった戦闘であったが、いずれもサルデーニャ王国が勝利した。エンリコ・チャルディーニ率いる第4師団がパレストロを征服した様子ズアーブ兵を率いるビットーリオ・エマヌエーレ2世、ズアーブ兵を率いるビットーリオ・エマヌエーレ2世の戦闘の様子5月31日。オーストリア帝国軍は2つの前哨戦により、サルデーニャ王国軍がパレストロ周辺に集まっていることを察知した。フリードリヒ・ツォーベルはパレストロ南から進軍してくると予想し兵を南方へと向けたが、エンリコ・チャルディーニ率いるサルデーニャ王国軍第4師団はパレストロを迂回するように北へと回り北から攻めた。その結果オーストリア帝国の防備を切り崩すことに成功し、戦闘は当初サルデーニャ王国優位に進んだ。さらには前日までに周辺を抑えていたジョバンニ・ドゥランドやマンフレード・ファンティ率いる連隊が加勢。一団を率いていたアンジェロ・ボンジョバンニなどがパレストロ中心部に進軍する部軍を立て、ビットーリオ・エマヌエーレ2世も自らズアーブ兵を率いて戦闘に参加したことで兵士の指揮公用に貢献した。その結果、オーストリア帝国軍はパレストロの南側へと退避した。この時点ですでにオーストリア帝国側は圧倒的な不利に立たされていたが戦闘を継続。ベルナルディーノ・ペス少将率いる騎兵隊が残ったオーストリア帝国軍を打ち破り、また400名に上る兵士を捕虜とした。オーストリア帝国軍はパレストロの放棄を余儀なくされ、サルデーニャ王国のほぼ単独での勝利となった。パレストロの納骨堂、フリードリヒ・ツォーベル及びギュライ伯爵はパレストロ南からサルディーニャ王国が攻めてくるという考えを最後まで曲げなかった。しかしパレストロ北部はジュゼッペ・ガリバルディ率いるアルプス両兵隊がいくつかの戦闘に勝利し、サルデーニャ王国の実効支配を確立していた。そのことから北部は背後を取られることのない安全な地であり、故に迂回してでも北部から攻めてくる可能性もあるためパレストロの北東部に兵を展開すべきという意見は前日の段階で出ていた。しかし南部からという方針を変えなかった結果、数で劣るサルデーニャ王国軍に敗北する結果となり、フリードリヒ・ツォーベルは指揮官としての名誉が失墜、死去までそれを取り戻すことができなかった。また、パレストロでの敗北は、オーストリア帝国軍のポーヘーゲンへの離散を招いた。それは、マジェンタの戦いでの大敗の遠因となった。イタリア統一後の1887年には、パレストロの戦いで散ったイタリア人、フランス人そして敵であったオーストリア人にさえも捧げたパレストロの納骨堂が建てられた。ありがとうございます。